あの、ちょっとお聞きしたいんですけど、あの、ランナーズはね、シュリーがアメタ時に、やっぱり音楽的にね、これからスの方向が違うということで、それを活動を始められたわけですよね。今ね、シュリーはね、どんなアーティストを目指してますか?具体的に言ったらそれも教えてください。Well, first of all, I didn't leave the Runaways just because of music. まあ、ランナウェイズをやめた理由はね、単にその音楽的なものだったわけじゃないんです。I left the Runaways because, publicity-wise, I was getting much more publicity than any of the other girls. まあ、あの、パブリシティの面から見た場合に、その、パブリシティは私を中心に扱ってたわけなんです。Well, it became kind of impossible. The girls got very, very angry. It became impossible working with them. They didn't like me getting more publicity. It was very hard. まあ、やきもちだったんですかね。他の女の子が、羨ましがってしまったわけなんです。で、その注目がシュリーだけに集まってたわけですからね。それでまあ、シュリーをそこでまあ、なんて言うんですか。引き離すよ。自分たちからその引き離すようになってしまったんです。So I guess, That's why I left the Runaways. But the music I'm looking for right now is not punk rock. まあそんな理由からですね、Runaways をやめたんですけれども、それ私がその今、進もうとしているその音楽の方向っていうんですか、というのはパンクロックではないんです。じゃなくて、The music I'm doing right now is heavy metal rock and roll, very good.Rock and roll. 私が現在やろうと や,、まあ、や, やろうと思ってるっていうかやってる音楽はそのロックンロールなんです。とてもヘビーなロックンロールなんです。